完全に沈黙しています。ヨーロッパ地区最後の部隊が全滅しました。東アジア地区生存者の可能性はありません。中東地区 100% 全焼。なんということだ。一世紀にもわたったこの戦いが我々人類の敗北で終わるとはな。一体お前は何者なのだ。その超絶的な破壊のエネルギーはいつ誰によってもたらされたものなのか。神や悪魔の類を私は信じておら、この私以外で誰が作れるというのか。今となってはそれを知る意味もなくなった。だが私もクリューグループも、いや、人類の代表としてお前に最後の挑戦者を送ってやる。たとえ何百年経とうとも、そいつは戦い続けるだろう。お前を完全に葬り去るまではな。もう逃げられん。目標が移動します。出現ポイントは5万9000通りの予測が可能です。全ての乗客は入国後24時間以内に身分証明書の提出が義務付けられます。これに違反した者は当治安局により処罰されます。繁栄と進化の街アークドグランシティへようこそ。おい、治安局の職員の指示に何をしている。入国審査証を受け取ってください。わざとゆっくり降りたな。全ての乗客は何のつもりだ。入国後24時間以内に身分証明書の提出が義務付けられます。リュウ、
どうしたの？誰がいるの？なんでもないよ、メル。大丈夫だ。早く行け。こっちは忙しいんだ。当支局に登録されている第2級労働市民の方に通達します。生産高を上げるための労働力の増加は 25% までを上限としてください。審査会を受けずに基準値を超えた場合は労働資格の剥奪となります。繰り返します。当支局に登録されている第2級労働市民の方に通達します。生産高を上げるための労働力の増加は 25% までを上限としてください。審査会を受けずに基準値を超えた場合は労働資格の剥奪となります。この町を危険にさらした時は責任を取ってもらうと言っておいたはずだ。能力のないものを私は必要とせん。ラドネック、たった今から君が治安局長だ。はっ。この町の秩序を脅かす犯行分子を徹底的に排除するのだ。どんな頑強な城塞もありの這い出る隙間から崩れるという、そのありを潰していくのが君の仕事だ。従わぬ者を容赦してはならん。徹底的に残虐しろ。殺せ、害虫どもは皆殺しだ。人は虫けらではない。人は皆神の子供たちである。太古の人類たちが神の怒りに触れ、この地上は焼き尽くされたことを忘れてはならない。我々の父や母たちは神を恐れ敬い、もう二度と愚かな過ちを犯さないことを願っていたのだ。だがこの町はどうだ。人々は争い、血を流し、快楽を求めんがため、弱き者たちに貧困と屈辱の日々を強いている。今こそ神の意志に目覚めよ。争いをやめ、正しき道を歩まねば再び審判の日が訪れるであろう。地獄の炎は7日間続き、この町と堕落した人々を焼き尽くすだろう。その中で正しき神の心に目覚めた者だけは神の怒りを免れ、この地の再建を任されるであろう。直してあげたいが、私のところじゃ無理だね。アークドグランには腕のいい医者がたくさんいるそうだ。あそこなら設備も申し分ないだろう。赤が3、青が5。
薄茶色の髪、青い帽子をかぶり、赤い上着の内側には鏡が入っています。さあどうぞ、お返ししますよ。当たった、ぴったりだわ。本当だ、信じられん。一体どうしてわかるんだよ。頭の中にその人の姿が浮かんでくるんです。どんな持ち物でもわかるのかい。その人が大切にしているものならね。まだ足りないな。もういいのよ、龍。直すと約束したはずだろう。ドクターの話を忘れたの。手術の許可をもらうにはとてもたくさんのお金がいるって。分かってるさ、そんなこと。私は今のままでも十分幸せよ。この街の空気は息苦しいわ。分かったよ、僕もこの街は好きになれない。でももう少しここで稼いでいこう。次の旅も長くなりそうだからね。秩序が保たれているのはいいものだ。よくやったラドネック。は、恐れ入ります。だがまた新たな害虫も出始めている。は、自分のことを神からの代理人とか名乗ってくだらない演説をしている者がいるそうだな。はい、それについては私も聞いておりますが、今のところ本気で相手にする者はおりません。この町の第三階層に教会を作り、貧しい子供たちの面倒を見ているようです。ますますもって気に入らんな。奴らは虫だ。私とこの町にたかる寄生虫なのだぞ。そのことを忘れるな。はい、申し訳ありません。たとえ力のないものであっても、この町の法律に不満を抱いていることは間違いない。そうだろう？おっしゃる通りです。そういう奴らは歪んだ思想をまき散らし、愚かな集団を作らせる。今のうちに潰しておけ。君の役目だ。治安局広報課からのお願いです。市外における違反行為を目撃した方は速やかに当局または近くの警察隊員に通報してください。この義務を怠った場合、市民権の凍結と私有財産が没収されます。犯罪の圧力に屈せぬよう、市民の皆さんは勇気を持って対応してください。私たち治安局がバックアップします。本当にそんな金になるんですか？まあ任せといて。その代わり私の言う通りにやる。ドイ様、神様はなぜ地上を火で焼いたの？この世界の誰もが神様の存在を忘れたからなんだよ。神様は寂しがり屋なんだね。そうではない。神様は人間たちの心に芽生えた悪魔にお怒りになったのだ。悪魔は人々に血を流させ、快楽と引き換えに永遠の服従と迷いを与えるのだ。再びこの地に悪魔が現れた日のために、神様はここで復活の準備をなさっておられるのだよ。
一体なんでこんなことになっちまったんだ。ご覧の通り、目隠しをしたままでも彼のナイフ投げは百発百中です。さらに次なる的が用意されます。的はどうなってるんだ。大丈夫、同じ位置にあるわ。今度は中心に投げるのよ。大金がつかめるんだから外さない。すぐにここから出るんだ。どうしたの？いきなり何を言い出すの？この町にはもういられない。俺は人を殺してしまったんだ。仕組んでたんだ。くそ、刺激に飢えた金持ちどもめ。でもなぜあなたが。よそ者だからさ。確かにこの男だったのね。ええ、間違いねえです。恵んでもらおうと思って近づいたら怯えたように地面の中に入っちまって、連れの女も一緒だったよ。潜ったのか。バカな奴らだ。地下の遺跡に迷い込んだら最後、二度と生きては出られまい。もうそいつはほっとけ。廃墟をさまよった挙句、よくてのたれ死にだからな。何かがあるのね、竜。ああ、発掘した跡がある。でも途中でやめたみたいだ。大昔の町ね。どうしたの？また何か？いや、君には見えなくてよかったよ。ここは怨念の墓場だ。
わかるわ、竜。私にはわかる。恐ろしい出来事だった。くそ、ここで行き止まりなのか。聞こえないぞ。いけないの。力を使ってはいけないわ。行きましょう。遠いところダイアナ。
ゲノサイバー巨海の魔獣。アークドグランは平和の名を借りた恐怖の街だった。全ての平和はまやかしに過ぎないのか。光を失った少女メル、彼女には見えた世界を救済する大いなる天使が。目覚めの時は来た。ゲノサイバーは最終形態へと進化し宇宙へと向かう。スーパーカルトアニメーションゲノサイバー第5巻アークドグランの神話後編。今最後の封印は解かれる。